ようこそ皇室ジャパンへ。皆さん、音楽は好きですか？それとも特別な思いはありませんか？でも天皇陛下にとって音楽はとても大切なものです。学生時代からビオラを奏でる天皇陛下は今でもその情熱を持ち続けています。今回は陛下がビオラ奏者のコンサートに足を運んだエピソードをお伝えします。ぜひ最後までご覧ください。6月5日天皇陛下が東京千代田区でビオラが主役を飾るビオラスペース2023の魅力に触れられました。夕方7時陛下が清居ホールをお尋ねになられた時、観客からは感動の拍手が湧き上がりました。ビオラスペースは1992年に世界的なビオラ奏者である今井信子さんが創始者となって始まったコンサートであり、天皇陛下自らもビオラの演奏を楽しまれます。皇太子時代にはほぼ毎年このコンサートをご覧になってきたと伝えられていますが、新型感染症の影響もあり即位後初めての鑑賞となりました。愛をテーマにした7曲が演奏され、陛下は1曲終わるごとに満面の笑顔で拍手を送られました。コンサート終了後、陛下は演奏者たちと懇談され、モーツァルトとシューマンの曲をかつて演奏されたことがあるとして懐かしく感じましたと感想を述べられました。最近はオーケストラでの演奏は難しいですが、ビオラは一人でも楽しめますとお話になったと伝えられています。ご多忙の中ゆっくりとお過ごしになれたでしょうか。天皇陛下のお一人の姿は仲睦まじいご家族との様子が頭に浮かぶので、なんとなく寂しさを感じてしまいますね。今夜は雅子皇后や愛子さまと共にビオラコンサートの話題で楽しいひとときを過ごされたと思い浮かべ、心が温まりました。ビオラは通常主旋律を奏でることが少ない楽器なのに、学習院のオーケストラでは第二ビオラを担当される天皇陛下、その深遠な音色がどのようなものか、ぜひともお聞きしたいと思います。皇太子時代にはコンサートホールでたびたびご覧になったものですが、近年はあまりお姿を拝見することがありませんでした。陛下がお好きな音楽をもっと自由に楽しむ機会が増えていただけると嬉しいと勝手ながら願っています。おそらく国民への配慮からご自身の楽しみは後回しにされているのでしょう。即位前には学習院 OB オーケストラで演奏されていたお姿を見たことがあります。即位後もご多忙にもかかわらずビオラの演奏を続けられているとのこと。オーケストラとソロどちらの演奏がお好きなのでしょうか。私たちは皆陛下のお好みに興味津々です。なんと5年ぶりの鑑賞となったとは、心から喜びに満ちた時間を過ごされたことでしょう。心地よい時間に包まれて少しでも楽しまれたなら、それ以上に喜ばしいことはありません。音楽や楽器の扱いは日々の練習が何よりも重要と言われています。
天皇陛下がご多忙な公務の合間にも練習を積み重ねていらっしゃる姿を想像すると、尊敬の念が湧きます。コンサートホールでの鑑賞はやはり特別な体験ですね。陛下が目立つバイオリンではなく控えめなビオラを選ばれたのは、おそらく陛下の人柄とビオラへの深い愛情があるからではないでしょうか。久々にビオラコンサートを楽しまれたこと、本当に良かったと思います。その瞬間を映像で見たかったと思うのは私だけではないでしょう。天皇陛下が鑑賞されたビオラスペース2023ビオラコンサート、いかがだったのでしょうか。皇太子時代から愛されてきたこのコンサートが、なんと2018年ぶりに即位後初めて鑑賞されたとのこと。感染症の収束を迎え、令和の天皇と皇后の両陛下の公務が本格的にスタートされました。皆様が待ち望んでいたことでしょう。東日本大震災の被災者の皆様のことを深く心に留めていらっしゃる陛下が、2日間にわたり岩手県を訪問されたことは大変喜ばしいことです。陸前高田市の被災地復興記念公園で犠牲者への供花と追悼が行われました。奇跡の一本松もご覧になられました。そして岩手県で49年ぶりの開催となった全国植樹祭大会の開会式に参加され、温かいお言葉を述べられました。大船渡市の商業施設で地元の被災者の皆さんと交流され、その様子に心が温まります。陛下のご尽力、本当にありがとうございました。これからも皆様のためにご尽力いただけることを心から願っています。陛下はビオラの演奏もご堪能ですよね。現在でも時折お弾きになるのかふと思います。陛下のソロ演奏を拝聴できる日が来るのかしら。山登りからマラソン、さらには執筆、ビオラ、水の研究と多彩な趣味をお持ちの陛下は、私たちにとって大変魅力的な存在です。天皇陛下は幼少の頃からビオラを演奏されていますが、その技術はオーケストラのプロの演奏家にも引けを取らないほど、特にビブラート奏法の細かさは素晴らしいと感じます。もし機会がありましたら、ぜひともその演奏を拝聴したいと思います。天皇陛下が優れたビオラ奏者でいらっしゃることは、テムズと共にからも十分に伝わりました。即位後はあまり演奏されていないようですが、愛子さまと共に学習院オーケストラでの演奏は可能なのでしょうか。警備の問題等もあるかとは思いますが、少しばかりの自由を許されると良いと個人的には願っています。天皇陛下はいつもその穏やかさで私たちを励ましてくださいます。利権やお金で事故を飾ることなく、健康で家族と共に仲良く過ごすことが最大の幸せだということを教えてくださいます。金城天皇陛下とご一家がお幸せであることが、私たちの最大の喜びです。いかがだったでしょうか。最後に天皇陛下がビオラのコンサートを鑑賞する姿を思い浮かべてみてください。その背後には長年にわたるビオラへの献身と深い理解があります。
私たちにもそのような深い情熱を持つことができるなら、人生はさらに色彩豊かなものになるでしょうね。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それでは、また会いましょう。